はい、こんにちは。今日は、地球をの大きさを最初に測った人ということについてお話したいと思います。地球の大きさを最初に測ったのはそもそも誰でいつ頃かっていう話なんですが、いつっていう、いつ頃だと思うっていう質問をすると、もうみんな大体、まあせいぜい大航海時代の1400年ぐらいを答えてくるんですが、驚くべきことに、人類で初めて地球の大きさを測ったのはもう紀元前ですから、今から2000年以上前にすでに地球の大きさを測った人がいましたと。その当時といったら水平線の向こう、海が滝のように流れ落ちてるっていうような地球を想像している人すらいるような時代に、地球の大きさを測った偉大な人は、エラトステネスという人で、エラトステネスっていうのはその地球の大きさを測ったよりももっと有名なのが、素数を見つける方法を編み出した人として有名です。エラトステネスのふるいというものなんですが、それは何かというと、エラトステネスのふるいというのはまず2は素数である。そしたらじゃあ2の倍数はもちろん全部素数じゃないんで、はい、2の倍数消してっつって、まあパッパッパッと消していきます。全部消していきます。で次に、次3は素数だね。3素数です。じゃあ3の倍数は素数じゃない、3の倍数はもう素数じゃないんで3の倍数消しますっつって、もう2の倍数と重なってるやつも消してるんで、はい、9、15で、21、27、で、33、39、で、45、っていうふうに3の倍数消しましたと。で、次、5の倍数素数だね。あ、いや、5は素数だね。じゃあ5の倍数は素数じゃないね、つって。で、2や3の倍数で重なったやつはもう全部消してるんで、最初に消すのが25、つって。でも次は35、50は消してるわ。で、45も消してると。で、じゃあ次、7は素数だね、7。で、2や3や5の倍数と重なったやつはもう消してあるんで、最初に消すのは49。で、これで、もう、50までの素数はこれでもう決まりました。というのは、例えば、103っていう数、これ素数なんですが、で、昔も今も実は、エラトステネスの時代から2000年以上経った今でも、ある数が素数であるかどうかは実際に割り算してみるしかないっていう状態です。で、もちろん素数を自動的に発見する方法は未だに人類は知りませんと。で、素数かどうかを確かめる方法はもう割り算するしかないんですが、どこまで割り算しなきゃいけないかというと、例えば103という数だとルートを取ってやると 10. 点何とかですと、もちろん100が10、ルート100が10なんで。そしたら、この10点何とかよりも以下の最大の素数ですから、この数は7ですね。だから7でこの103が割り切れないことを確かめたら、もう2で割れない、3で割れない、5で割れない、7で割れないっていう確かめた瞬間、ああ、103は素数だねっていうことは決定します。っていうのは、もしも次の11で割れるとするならば、11かけるの掛け算の相手、当然、103のルートが 10.x で11かけるだったら、相手は10よりちっちゃい数ですねと。で、10よりちっちゃい素数で割れないことはもう確かめてあるんで、なので11で割り算する必要はなく、まあ、ルートを取った数の、その整数の一番近い、でっかい素数で割れなかったらそれでおしまい。で、今現在、人類が知っている、素数は無限にあるんですが、人類が知っている素数は有限です。今知られているのが約2300万、桁の数です。桁の数で、これも素数かどうかを判定するには、これのルートを取った数。ルートを取ると大体桁数って、例えば、1万ってルートを取ると100になる。1億だと、ルートを取ると1万になるんで、まあ、桁数って大体ルートを取ると半分になるんですが、約半分になるんですが、2300万桁の数が素数であるかを判定するためには、まあ、約1000、まあ、まあ、1000万桁でいいか。約1000万桁までの素数の割り算を試してみるしかない。です。これ、2300万桁ってどれぐらいの数かというと、2300万桁なんで、2300万数字が並んでるってことなんですが、一つの文字を、数字を1ミリと細かく書いていったとしても、2300万ミリ
横に並ぶんですね、数字。数字って普通段に分けないから横に書きますよね。で、そうすると、これを全部書くと2300万ミリ。じゃこれ、これでセンチ。これでメートル。これでキロってことは、横に書くと23キロの数字です。そこで、筆算で割り算するとなると大変ですよね。こう、この線を書くだけで、ハーフマラソンはしなきゃいけない。で、それぐらいでかい素数なんですが、いまだに、結局割り算するしかないという状態です。で、その、素数発見法を考えたエラトステネスが、どのようにして地球の大きさを測ったかというと、彼が住んでいるところは、1年に1度、夏至の日に太陽が真上から降り注ぐと。で、彼は、じゃあ、北に行った人も当然、北に何十キロ、何百キロ行こうと、同じ日には太陽の光が真上から来るはずが、来ないと。斜めから来る。どうしてだろうって考えたときに、それは、地球が丸いから、太陽の光がこう来ると、この人にとっては斜めに感じてしまうんだろうということで、地球がどうやら丸いんだということに気づいたらしい。だって月見てりゃまあ丸いんだから地球も丸いと思っても良さそうなんですが、まあ、でも確かに何も知らない3歳か4歳の子、地球が丸いということは多分想像つかないと思うんで。まあでも、彼は地球が丸いということに気づきましたと。で、じゃあその夏至の日に、太陽が真上から降り注ぐと。太陽の光が送ると。で、そしたらじゃあ同じ日に真北に何キロか行って、そこに立ってる人は太陽の光がこういう角度で見えると。じゃあこの角度っていうのはこの絵からわかる通り平行線の同位角なんで、地球の中心角だろうと。じゃあまあ仮にこの距離、まあ10キロだとして。で、じゃあこの角度が、まあ、じゃあ1度だったと。すると、地球、あ、一周360度なんだから、この弧の長さを360倍すれば、地球一周の距離が出るな、っていうふうにして測りましたと。まあ実際これだとちょっと小さすぎですけど、まあそうやって地球の大きさを2000年以上前にエラトステネスは測りました。で、実際の地球の大きさっていうのは、北極点から赤道までの距離がちょうど1万キロ。すごい偶然ですね。ぴったり1万キロって偶然なわけじゃなくて、これは逆で、そもそもメートルっていうものを決めるときに、北極点から赤道までの距離の1000万分の1を1メートルと決めましょうとしてメートルを決めたんで、当然この距離は1000万メートルは1万キロと。で、ただ地球って確か地球一周4万キロなんですが、ただ地球って自転しているんで、柔らかいゴムボールを高速で回転させるとやや横に膨らむのと同じで、赤道周りの方がやや距離は長いですと。で、とはいえ、でも約赤道周りも4万キロとすると、赤道上の人って1日に4万キロこう、まあ別に本人意識はないでしょうが、1日に4万キロ動いてると。1日4万キロって時速にするとどうでしょうかっていうと、4万キロメートルですよね。を1日で、なんで、割る24してやれば時速が出ると。そこで6で割れるんで、あ、4で割って、6分の1万キロメートル毎時と。そこで1666キロ。時速1666キロで赤道上の人は、まあ気づかないでしょうけど動いてる。時速1600キロって高速じゃねえや。高速は30万キロで地球7周半ですが、音速。音速は秒速340メートル秒なんで、1時間だったら3600倍。で、キロに直すと03つ取れて、これ約1200、音速が、マッハ1が1200何キロより速い速度で赤道上の人は動いていると。で、もっと実は驚くべき速さっていうのは、地球の公転する速さですね。
球から太陽まで、1億5000万キロあります。1億5000万キロ。点打つときに4つずつ打つと怒る人いるんですけど、日本だったら点は4つに打たないと数字読みやすくありますので、英語だったら1ミリオンって書くから、1ミリオンって100万ですよね。1、10、100、1000万、10万、100万というふうに、英語は3つずつで位合ってから3つ点打てば読みやすいですが、日本語は1、10、100、1000。1、10、100、1000というふうに4つずつで位が上がってくるので、4つずつに点打たないとちっとも読みやすくありません。なんで1億5000万はこう書くと1億5000万と読みやすくなります。で、地球から太陽までの距離が1億5000万キロ。でさっきちらっと言った秒速、光速は、光は1秒間に30万キロなんで、約500秒かな ?500 秒。500秒って、8分が、6回480秒なんで、太陽から地球までって光で8分10何秒かなんですね。だからもしも太陽がボンって突然なくなっても8分間は地球上昇気づきません。で、まあそれ置いといて、1億5000万キロが公転の半径なんで、公転するには、円、まあ厳密には大変ですが、円だとして、1億5000万かける、直径が2倍の円周率 3.14 ですけど、まあこういう時こそ3でいいですよね。じゃあこれが6倍。を1年かけて動くと。じゃあ1年かけてこれだけ動くんじゃ、1日あたりは365で割ればいいけど、まあこれも割り算しやすいよ。360で割って、で、24でさらに割れば時速が出ると。そうすると、6で割って1、6で割って60。で0が1個消えて、6×24 が144だからちょうどなんか約150とするならば、こう割れて、15で割ればいいんだから、結局、キロメートル、パー、アワー。1、10、100、1000万、10万キロ、時速10万キロ。時速10万キロってすごいですね。まあ、それぐらい早く地球は動いてます。まあ、ちょっと今日取り留めもない、エラトステネスさんのお話でした。じゃあ、ありがとうございました。